はーい、こんにちは。沖縄パパです。はい、ミータンタンはね、今日寒いんでね、こっちに来てますね。はーい、えーとですね。えまあ寒いって言っても17度ぐらいなんですけどね。はい、え猫、ー、たちによってとっては寒いんですよね。はい、えー、皆さんどうも、こんにちは、えー。えーと、なんというのかね。えー、こちらね、インディープさんの記事です。はい。えー、まあ、 ノルーノウのイですね。はい。ノルーノウのイです。はい。えー、北欧のあのノルーノウのイでね、大変なことになっています。はい。なんと、2週間待ちだそうです。焼き場が。はい。えー、焼き場というか、ああ、あのー、葬儀のね、葬儀が2週間待ちだそうです。満杯だそうです。 はい。死の国のことはね、よくあの出てきますけど、まあ、5日待ち、4日、4日待ち、5日待ちっていうのは出てきますよね。えー、焼き場がね。はい。えー、でも、ノルウェーはもっとひどくて、2週間待ちだそうです。はい。2週間待ちです、そう、そうの儀が。はい。えー、とんでもないことが起こって、 いま,すまあ、原因はというと、表向きには不明となっております。はい。原因は表向きには不明となっております。はい。えー、まあ、勘の言い方はわかりますよね。はい。そういうことです。はい。で、ちょっとね、これが驚きなんですけど、そのね、えー、まあ、4のね、人たちの、4、4しちゃった人たちの、 お人数というかね、割合がちょっとまずいことになってきてます、これ。はい、多分ね、えー、ノルーの上ではね、ピヨコちゃんにね、あのー、例のね、謎の液体ですね。あれをね、こう、いわゆる飲んでしまっている方っていうか、食べてしまっている方が結構多いんじゃないかと思います。えー、グラフが出てるんですけど、 はい、14歳以下のね、ピヨコちゃんですね。はい、ピヨコちゃんたち。はい、十四歳、0から14歳のね、ピヨコちゃんたち。はい、えー、この方たちの、まあ、4の割合ですけど、20年は、あほぼほぼ1桁とかね、えー、まあ、良くて2桁っていうのが、まあ、あんまりね、4してなかったんですよ。はい、えー、まあ、ノるの上ではね。 えー、まあ、人口もね、あの、ちっちゃい国ですからね、少ないですからね。えー、しかしですね、えー、22年になって、なんと、このピヨコちゃんたち、1100、1100人超えてるんですよ。もう100倍以上になってます。はい。えー、100倍どころではありません。はい。えー、数百倍ですね。はい。とんでもない数になってきておりますよ、ということでございます。はい。 これの意味するところは皆さんお考えください。本当に、えー、まあ、ぬっぽんはこれからですね。はい。えー、これからです。あの、ピヨコに食べさせるか食べさせないかは親次第なんでね。はい。えー、まあ、こういうデータが出てるってことは、まあ、ある意味ね、いいことです。はい。えー、考えて決められますから。ただし、ぬっぽんのデータは出しません。はい。えー、そういうことですね。 ええー、まあ、そうなんでね、これはまあ、まずいですよ、本当に。はい。まあ、来年波が襲ってくることは確実です。はい。えー、もう一度言います。来年波が襲ってくるのは確実です。はい。えー、そういうことでございます。なんと、ノルの上で、えう、ー、の員の上がね、2週間待ちということです。はい。 ええー、まあ皆さん気をつけてまいりましょう。支援もありますんでね。えー、芸の独読をしてください。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。あいみーたーん。かわいいですね。ねえ。あにゃーん。あにゃ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 ああ、ウェビキラーですね。ねあら。なかなか。